流大谷、FA 市場を完全破壊。今季終了後の FA 移籍に、注目が集まる大谷。とある米メディアによると、たとえ以前の投球パフォーマンスを再現できなくとも、彼を獲得するためには5億ドル、約734億は必要だろう。投資復帰の出来高などを含めると、契約は、総額6億ドル、約881億円に達する可能性は十分にある、といった趣旨のコメントを残している。当然だよ。あのスター性や華やかな才能は目を見張る。1年待てば今季のような活躍を見られるだろう。とにかく人気がすごい。コマーシャル、放送のメリット抜群。打者としてハイレベルの成績を残してるんやから当然高評価であるべき。ほとんど確定的なホームラン王ならば無理せずに来年のためにリフレッシュして大型契約に備えるべき。たとえ大谷が TJ 手術をして1年半投手ができなくてもドジャースは打力においてブレイブスに劣っていると痛感しているゆえ何が何でも大谷を取りたいと思っているはずだ。大谷選手はどちらも超一流の二刀流でしたから手術をするにしても投手としての付加価値は残ります。ただ難しくなったのは投手としての期待値が高いドジャースなどの球団がどう判断するかですね。肘故障して2年は投げられないが、大谷欲しがる球団の一つは10年5億ドル提示すると思うよ。あとは大谷がそこに行きたいかどうか次第やな。大谷さん自身の記録にこだわらないと発言してるので、ワールドシリーズに行けるチームへ行くつもりだと思います。大谷選手が残留しようが移籍しようが、間違いなく今シーズンの年俸をはるかに超えた契約を結べるでしょうね。彼はあまりにも優れた選手であり、あまりにも巨大なブランドで、特大の価値がある。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。